こんにちは、カフェテナンゴの石橋です。今日は4人前のレシピということで、やっていきたいと思います。前回1人前のレシピをYouTube でご紹介したいと思うんですけど、4人前のレシピ、ちょっと人数が多い時ですね、お客さんが来た時とか大容量のコーヒーを入れるっていう時のレシピ、ちょっと工夫が必要なので紹介していきたいと思います。4人分、単純に1人前を4倍っていう風に考えると思うんですけど、それだとちょっと粉の量が多すぎてしまって濃くなりがちになってしまうんですね。なので、まあ、基本的には、まあ、2人前、3人前、4人前ちょっとこう人数が増えていくことに、倍というよりはそれより少し減らした量の粉を使うのがポイントになります。なので今日は、まあ、1人前 14g として、それを4倍というわけではなくて、まあ、4倍より少ない、45g 使ってやっていきたいと思います。で、まあ、コーヒーの液体の量は 160×4 で、640cc になるようにやっていきます。はい、では今日はシティロースト、45g ペーパードリップ用で用意しました。では早速入れていきたいと思います。まずは蒸らしですね。 100cc 注いでいきます。お湯の温度は90度です。いつもと同じですね。30秒かけてしっかり蒸らしたら、次に 130cc を注いでいきます。で、容量多いので結構大胆に注いでいってしまって構いません。230になるまで注ぎます。人数分が増えると時間がかかってしまうのはしょうがないんですが、できるだけ抽出時間2分半から3分ぐらいに収めるのが理想的です。次 150cc 注いで380になるまで注ぎます。切る前にどんどん注いで過抽出にならないように注いでいくのがポイントですね。最後は680になるまで注いで注ぎ切って完成です。はい、だいたい時間が3分ですね。上と下の濃度が違うので、しっかりとかき混ぜて完成になります。はい、今日は4人前のレシピでした。